ビアトリニティとは2008年にビアテクノロジーズが発表した IA-32 システムプラットフォームの一種である。ビアトリニティベースのミニ ITX サンプルボードビアトリニティは2008年に発表されたスモールフォームファクタ向けプラットフォームであり、ミニ ITX ノート PC ネットブック及び組み込み用途を対象としている。 ビアトリニティは以下の3つのコンポーネントから構成される。蒸気の条件を満たすものがビアトリニティであるとされており、インテルのセントリのプラットフォームなどのような認証システムは発表されていない。この構成を採用することにより、ダークテックス10.1、ハイ、デフビデオ、ブルーレイディスク、ウィンドウズ・ビスタに対応したシステムをショースペースにて実現できるとしている。 全コンポーネントをビア社製品で構成していること SFF 向けプラットフォームでありながら性能的に有利な単体の GPU をオンボード搭載している点が大きな特徴である。ビア自身がビアトリニティ準拠のマザーボードとして VB8003 と VB8004 を発売している。か、中国の3歳メーカーの一つ、両宅鍵有限講師がビアナノ VX800。 S3 Chrome 435ウルプを採用したネットブックを発売している。ありがとうございます。